はい、続きやっていきます。もうちょっとですね。この下にボスの扉があったんで、そこ行きます。はい、あー、なんかこいつ見たな。え？で、やはみ出てる。それ頭どうなってんの？その天井を越えてますよ。あ、強いな、やっぱでかいだけあって。だが左の足がちょっと壊れかけてるみたいな。お、はいはいはい、これは上下の攻撃っぽいな。で、あの剣モードに入ったら離れた方がいい、振り下ろしてくるから。あとはこの、ん？ああ、それは下でしょ、次。上、下。上、下？これは弱いんじゃない？あ。お前の範囲は背が高すぎたことだ。おお、ライフマックスアップ、ハートマックスアップ、終わりか。またボスの扉。ボス多いな。あ、こんなところにいたか。リディを返せ。アンゼルだ。あの娘はマクシーブ殿のところだ。なぜだ。お前にリディは関係ないはずだ。あの娘はこの城を完成させるために必要な意志なのだ。それはどういう意味だ。この城を仮初めの城として我がヌシル復活に備えさせていただく。だが2つの城を1つにしなければこの城は完成とは言える。つまり おぬしろ親友とやらの心に消えてもらう必要があるのだ。マクシーは強い男だ。そんな簡単に思い通りにはならない。我が主から生まれし者だ。その力を増強させる方法を知らぬわけではあるまい。しかも愛しい者ならその効果は計り知れぬ。まさかリディの血を。そこをどけ。邪魔させる。お主の魂とろうそくはここで燃え尽きるのだ。あ、ついに。なんで対立すんのか、結局死神。ちょっと仲間になってくれんのかな的な期待したこともあったんですけど。あー、強くはないっぽい雰囲気。2回当たったらひるむな、絶対。あ、1回できるんだ。1回、2回、あれ、ん、どうした。え、おお、レーザー兵器使ってきた。ちょっとやばくなってきたな。あー、強い。その鎌が強いわ。鎌強いな。ちっちゃい鎌は大丈夫だけど、でっかい鎌やばい。あのレーザーしてこないかな。あれ割と簡単に避けられる。レーザーしてこいよ。体力は多そう。あ、来た、レーザー。こいつ好きだらけだ、この間。あ、ちっちゃい鎌も微妙に痛いな。オッケー、チャンスチャンスチャンス、この時チャンス。
勝てるか、なんとか。おお、やべ、何それ、急に新技上がった、急に新技使いやがった。いく、ちょっと待ってくれ、なんやねん、最悪だ。あーもう、あ、え上乗れた、上乗れる、あの尻尾やばそう、当たると。あとこの鎌だな、あ、いって本体も食らうのか、やばい、持って後ろこうやって殴ればいい、なんか魔界村で見たな、これ魔界村のあの竜のボスにそっくり、乗るシステム、高い高いから、あーもう、下に来てくれないと。あ、来た来た。あ、すごい下に。あ、やばいやばい、死ぬ死ぬ。やばい、あと一発食らったらやばい。来た来た。あっぶな。もう遅い。まもなくこの城は一つとなる。あ、ちゃんと倒した。おい、お、グリフォンの翼、ハイジャンプができる。え、もう上に張り付いた、ボスだなこれ。え、サイクロプス、あー一つ目だし、あー、なんタックルか、あー無理よ、強いよ、130、いや強い、やもう負け、これは負けそう、振り下ろしが強いな、あータックルが早い、あーもうタックル、あーもう、先制攻撃、あ、それタック、あ、それは振り下ろし、お、はい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 、予備動作が分かったらもう、あ、それタック、こっちの勝ちっす、はい、あ、それタック、はいはいはい、あーやべ、お、どうしたお前、はい、アタック、はい、この2種類か、あー倒した、さよならサイクロプス、あーハートマックスだ、フリがめっちゃ強い、この辺は何もなさそう、もうほぼ埋め尽くしたな、真ん中のところ行ってないですよね、ど真ん中、ちょっと下に行ける箇所あるんですけど、スケルトンってこれあれ透けてるから、スケルトン、
かなかいいネーミングセンスでした。うん、裏はほぼ行き尽くしたな。全部揃った、トロフィー取ったから間違いないです。全部揃えました。何の意味がある、何も起きないんだけど、ふざけてんの。はい、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。